私は志保、59歳です。もうすぐ還暦という年齢になります。でも全く実感が湧かないのが本音です。頭の中がどこかでストップしたまま、全然成長していない、そんな気がします。時々わがままな自分が抑えきれないぐらい出てきます。子供がいないせいもあるのかもしれません。家族は夫と私の母親との3人です。母とは結婚当初から同居しています。茶道を教えているせいか、90近い母はシャンとしていて、夫も物静かで、顔を通さない人なので、生活はシンプルでも平穏な暮らしを送っています。二人に包まれて、私はいつまでも娘のような感じでいます。だから、わがままに生きてしまうのかもしれません。平穏な生活が続くと、時々息苦しいぐらい、体の底からマグマのようなものが勝手に渦巻いてくるのです。それを沈められるのは、家族のぬくもりでも、夫の愛情でもなく、いつも何か別の強い刺激でした。母は私の性分を分かっているので、突然ふらっと旅行に出かけたり、習い事を始めたり、寝食を忘れるぐらい何かに没頭しても慣れっこでしたが、夫にそんな私を理解してもらうのは大変でした。でも、長く続く結婚生活で、どんなに私が浮かれたように好き勝手をやっても、熱が冷めれば元に戻ってくることが分かって、今ではもう何も言わなくなりました。信じてくれているのか、諦めているのか、物静かな人なのでよく分かりませんが、私は独身時代から同じ職場で働いてきました。営業職ですが、私の性分に合っているようで、社内での評価は良く、定年後も継続してほしいと今から言われています。業務に携わっていられれば、人と会って話したり企画したりと忙しく刺激があって満足なのですが、このところ第一線は若い方をメインにして、私はそのバックアップの仕事が多くなりました。私のこれまでの実績、私が掴んだ顧客も含めてですが、それを若い子に伝授し受け渡すことが私が職場から求められているものでした。自分の能力が認められて役員手当もつき、その上お金も増えるのですから、普通なら満足できるはずなんですが、私はどうにもつまらなくなっていました。もうすぐ還暦、社会人なんだから、そう言い聞かせながら毎日出勤していましたが、同じ景色のはずなのに、電車の窓から見える景色もくすんでいました。そして気がついたら降りるはずの駅を乗り越していました。今から戻っても出勤時間には間に合いません。今日はいつも面倒を見ている若い子がお客さんの前で初めてプレゼンテーションする日でした。何度も何度も練習し、それでも不安そうな彼に、こんなことを言ったらひどい女と思われるでしょうが、正直ヘキヘキしてました。私も最初から能力があったわけではありません。みんな同じ年代の人は経験があると思いますが、先輩に叱られながらスキルを学び取っていったと思います。今の若い子、もちろん全てではないですが、少なくとも私の後輩は付きっきりじゃないとダメなようです。もう少し丁寧に分かりやすく教えてあげて、と申し訳なさそうに先輩上司が私に言ってきました。ああ、めんどくさい。心の底から思いました。体調が急に悪くなったので引き返す。職場に連絡を入れてから、私は見知らぬ駅に降りました。何か目的があったわけではありません。駅は小さかったのですが、隣接して映画館がありました。映画は好きで、たまにネットで見ることはありますが、映画館で見るなんて何十年ぶりでしょうか。映画館はいわゆるミニシアターと呼ばれるものでした。耳にしたことはありましたが、入ってみるのは初めてでした。チケットを購入し、少し待ち時間があるので、窓際のソファーに向かいました。向かいに私ぐらいの年齢でしょうか、男性が一人座っていました。朝早いせいか、私と彼の他に誰もいません。軽く会釈してくれた彼に、お礼の意味で会釈して座りました。上映時間まで15分ぐらいでしょうか、私たち以外のお客は誰も来ませんでした。開始のアナウンスが流れて、
私たちは同時に入り口に向かいました。シアターの部屋は想像した以上に狭かったのですが、それでも観客は私と彼の二人っきり、贅沢な貸し切りルームのようでした。やがて真っ暗になり、より静寂が増すと、何かお互いの息遣いまで聞こえてきそうでした。上映された映画はヒューマンもので、シンプルながら奥深い傑作でした。昔一度見たことがありましたが、今この年で改めて見ると、自分も経験を積んだことで見る視点が変わるのでしょうか。また違った面白さと感動がありました。見終わってロビーに出るところで、彼から声をかけられました。不思議ですが、必ず声をかけられる、そんな予感がしていました。今一緒の空間で感じた思いを共有したい、そんな感情が湧いてきていました。きっと彼も同じだったに違いありません。私たち以外誰もいない映画館のロビーで、私たちは小声ででも熱く感想を語り合いました。話す内容は映画のことだけでしたが、あまりに感動する気持ちが同じで、会ったのが初めてとは思えないほどの距離感を感じていました。ミニシアターなので、大きな映画館とは違って、支配人のこだわりがあることも彼の説明で分かってきました。その日は同じ監督のシリーズで、違った角度から捉えた作品が3本上映されます。夢中で話し込んでいる間に、次の上映が始まる時間になりました。同じ監督の作品で、今度は恋愛要素も入っています。どうですか、ご一緒に、そう彼に言われて、もちろんご一緒にと答えました。観客が集まってきました。二人きりではないのか、私は少しがっかりしました。作品は一人の女性が家族や社会との関わりを見つめ直して、新たに自立していく、そういうストーリーでした。見ながら私は今の自分と重ねていました。やがて中盤に入るに従って、そのきっかけとなる一人の男性との出会いが少し濃厚に描かれていきました。私は隣に座っている彼の鼓動が急に速くなったように感じました。なぜなら私も同じように呼吸が激しく波打っていたからです。映画のシーンは頭の中を通り過ぎていくだけで、体が別物のように熱くなってきました。ふと肘掛けに乗せた私の肘に彼の肘が軽くぶつかりました。そこからまるで磁石のように、私たちの肘はくっついたままでした。そしてそこがどんどん熱くなっていったんです。理屈ではなく、今すぐに彼が欲しいと思いました。彼も同じ気持ちだったはずです。肘をつけたまま、彼の手が私の手の上にそっと置かれて、私たちは静かに途中で映画館を抜け出しました。スクリーンの中からそのまま抜け出したような、ふわふわした錯覚を感じながら、私は彼と一緒にホテルに入りました。夫のことも何もかもその時は頭にありませんでした。ホテルの部屋のドアを背にして、さっきのスクリーンで見たように、私は彼にしがみついていました。今回その話は割愛しますが、激しい時間が過ぎて我に返った私は、後ろを向きながら支度をしている彼を見ていました。少し白髪が目立ち、肩を落としたような佇まいから、結構な年齢の男性と気がつきました。まるで夢を見ていたようでした。私は今この人と、夫以外の人としてしまった。しかも恥ずかしいぐらいあんなに激しく、自分でも信じられませんでした。いくらわがままで奔放だと自覚していても、夫を裏切ってしまったのは初めてでした。後悔から一気に体が冷たくなっていった私に、初めて妻を裏切ってしまったと彼は言いました。そして、だけど君とこうならなかったらきっと後悔の人生だった、その言葉に私は救われた気がしました。裏切ってしまった事実は一生抱えていかなければならない夫への懺悔です。でも自分でも持て余すようなこの激しい感情を一時の間ほぐし共有してくれた彼とのことは、私にとってはどうしても避けられなかったと思います。彼とは名前も連絡先も何も交換せずに別れて、二度と会うことはありませんでした。
その後、職場を早期退職した私は、前からやりたかった新しいものに挑戦し始めました。夫との関係は罪悪感を持っているからこそ、かえって良好になった気がします。ご視聴いただきありがとうございました。刺激は少なく平穏な生活を送れることが私にとっては何よりも大切なことなのですが、人によって何を人生の重きに置くかは、道理や理屈を抜かして本当に人によって様々なんですね。皆さんはどう思われましたか？よかったらコメントお願いします。今回割愛したおまけのお話を限定動画で配信していますので、ぜひメンバーシップに加入して視聴してみてくださいね。私はひろゆき、66歳です。妻と二人で暮らしています。子供たちも独立し、すでに孫も生まれて、普通なら余暇を夫婦で一緒に楽しむところです。しかし私はこの年齢になって、やっと離婚に向かう勇気が出てきたんです。その勇気は、ある女性を守りたいという男として初めての強い衝動に駆られたものでした。妻とは友人の集まりを通して知り合いました。こんなことを言うと男の言い訳のようですが、妻の第一印象から苦手意識を感じていました。顔は可愛かったのですが、思ったことを何でも口にし、気に入らないとすぐに拗ねました。要するにわがままだったのです。他の男友達の目には、そんな妻を可愛いと逆に好きになる者もいましたが、私は自分がおとなしいせいか、どうしても話が合いませんでした。なので彼女とは距離を置いていたのですが、どういうわけか妻の方が積極的にアプローチしてきました。今から思えば、私が妻に関心を持たないので、自分に振り向かせようと躍起になっていたのだと思います。当時一人暮らしをしていた私のアパートに押しかけてきては、料理だの、掃除や洗濯など、かいがいしく世話を焼くのです。私もまだ若かったし、そこまで慕われて悪い気はしません。しかも他に誰かを好きだったわけではなく、つい誘惑に負けて一晩を過ごしてしまいました。しかし、それが運命の分かれ道だったのです。翌日そのまま妻の実家に連れて行かれた私は、彼女の両親の前で結婚を誓わされ、あれよあれよという間に話が進んでしまいました。妻の父親は小さいながらも塗装業を営んでいました。一人娘だった妻を後継ぎとして育てたんだと父親に詰め寄られた私は、結局婿養子となって籍を入れたんです。もちろん最初は抵抗しました。婿養子となったら生命も変えなければなりませんから。しかし、親しい友人などからは、逆に玉残しじゃないかとも言われました。それは私の出生が複雑だったからです。私は父親がいなくて、母子家庭で育てられました。認知も要求しなかったので、戸籍の父親欄は空白のままです。父親が誰なのかわからないまま、母親の実家に支援してもらいながら、なんとか生きてこられたのです。高校卒業後、エンジニアに進みたかった私は、苦学して大学に入り、自分で言うのはおこがましいですが、結構な成績を残したんですが、就職はすべてダメでした。それは当然だったと思います。陳情書にあるべき両親の名前がなくて、詳細も語れないのですから、不審がられてマイナスポイントです。アルバイトで食いつないでいた時の婿養子の話でした。確かに逆玉残しだったのです。いきなり従業員を抱える会社の跡取り息子に出世したのですから、友人が羨むのも当たり前でした。しかし私にとってはそれは過酷な結婚生活でした。妻の横暴さとわがままは予想をはるかに上回るようなどうしようもないものでした。
従業員から姫と呼ばれていた妻は、仕事に慣れていない私をやる気がないとか覚えが悪いとみんなの前で平気でこけおろします。父から叱咤されるなら我慢するし、わかります。しかし自分はチャラチャラした服を着て、一切事業を手伝うことないくせに、あまりにひどい言い草でした。そんな娘に対して父はとことん甘く接しました。そんな親子関係を見ているので、従業員も妻のことを姫姫とおだてるので、ますます妻のわがままさが増強していきました。やがて子供が生まれても妻は変わりませんでした。子供の面倒は母にすべて任せっきりで、若い時からの趣味や習い事、友人との交流も何ら変わりなく続けていました。私に対しては結婚前の海外しさはすでに微塵もなく、まるで駒使いか何かのような扱いでした。夜の夫婦生活も、妻がその気になった時はどんなに私が疲れていても相手をしないと大変でしたが、たまに私も寝つけずムラムラする時に妻を求めても大抵は無視されました。しかし私は仕方ないと怒る勇気もなかったのです。そう、結婚してから私は鎖につながれた象そのものでした。幸いにも母がしっかりした人で、わがままな娘でごめんなさいと私に気を使ってくれていました。唯一の味方であり、いろんな相談に乗ってくれました。それだけが救いだったのですが、しかしその母はあっけなく旅立ち、代わりに子供の世話と厳しい仕事で、私は口数も少なくなり、若い頃のようなのんきさもなくなりました。そんな妻との結婚生活も40年経ちました。認知症を患った父に代わり、会社も正式に継ぎました。必死に覚えて頑張った私に、結婚した当時は妻と一緒にバカにしていた従業員も実力を認めてくれて、ついてきてくれるようになりました。業績もわずかながら上向きになってきました。感染症やいろんな激動の中、不振に陥らず事業を拡大し、我ながらよく持たせたと思います。妻は相変わらずわがままで、本来は経理とか事務の仕事は妻の役目なのに、私がやらなければなりませんでした。やったわよと妻が言っても、確認するといい加減なんです。みんなの給料計算などは抜けが多すぎて苦情があり、仕方なく私がやるしかありませんでした。見かねて古くからいる従業員の一人が、知り合いでいい人がいると事務員を紹介してくれました。それが涼子との出会いでした。シングルマザーで子供を育て上げたという涼子は50代でしたが、苦労した割にはとても若々しく、しかもとても落ち着いた人でした。仕事熱心で責任感のある彼女は、勤務時間が過ぎても経理の仕事が一段落するまで嫌な顔一つ見せずに残業してくれました。彼女が入社するまで帳簿も何もかもがぐちゃぐちゃだったのが、きれいに整理されました。男ばかりの雑然としていた事務所周りも常に清掃してくれるので、清潔に保たれています。何よりも嬉しいのは、時々彼女が差し入れてくれる手作りのおやつでした。料理が得意だという彼女は、休みの日に作ったお菓子を食べきれないのでと、週始めに職場に持ってきてくれるのです。その美味しさはプロ級でした。私は涼子が来てくれたおかげで仕事がより楽しくなりました。彼女に会えると思うだけで気持ちがウキウキして、心が春のように暖かいのです。こんなことは初めてでした。そんな私の気持ちは涼子にも伝わったのかもしれません。私たちは何も具体的に言葉は交わしませんでしたが、よく二人で同じ景色を眺めたり、お互いの目を見つめ合う瞬間も多くなりました。
先に目をさらすのは彼女でしたが、少し頬をあからめた横顔がハッとするほど美しく、ドキドキする瞬間でした。職場内の雰囲気も彼女を中心に穏やかになりました。しかしその幸せな空間は妻によって壊されたのです。妻の嫉妬でした。あろうことかありもしないことをでっち上げて、良子を解雇しようとしたのです。彼女が使い込みをしたと従業員や近所の人に言いふらしました。もちろん事実ではありません。入出金の詳細は私自身も把握しているので一目瞭然です。妻の小ずるいところは私の知らないところで、知らないうちに噂を先に広めたことです。私が事実を知った時には置き手紙を残して良子と、そして彼女を紹介してくれた苦楽を共にしてきた従業員も二人一緒に辞めていきました。妻が良子に苛立っていたのは分かっていました。良子が持ってきたお菓子をぐちゃぐちゃに潰してゴミ箱に捨てたのを見たことがありましたから。その時はしかし私には何かを言える勇気はなかったのです。妻は私にとって橋の鎖でした。なぜか従うしかなかったのです。しかし良子の姿を目にしなくなって、私は仕事も何もかもやる気をなくしていきました。それから数ヶ月経ったある晩、私はたまらずに良子に会いに行きました。熱に浮かされたようにこんなに誰かに会いたいと切望したことはありませんでした。マンションの狭い玄関で出迎えてくれた良子は何も言わずに私の胸に飛び込んできてくれました。今妻との離婚を進めようと思っています。婿養子なので離婚の手続きはややこしいと聞いています。財産や会社の権利などは何もいりません。必要な貯金はしっかりと蓄えてきました。しかし妻は反狂乱になるでしょう。自分の持ち物だった私が裏切ったのですから。でも有無を言わせず離婚に応じさせる自信があります。妻の長年にわたる浮気の証拠を握っているからです。もちろん妻は知りません。ご視聴いただきありがとうございました。夫婦生活を長く続けるというのは簡単なことではないですよね。そしてこれから先も夫婦でお互いに長く一緒にいたいと思い合えるのは本当に幸せな奇跡でもあるのかもしれません。皆さんはどう思われましたか？よかったらコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。妻の友人からのメールには、僕が妻を許してくれるなら何でもすると書いてありました。いくら妻の友人とはいえ、そこまでするのは普通ではありません。僕は気になって訳を聞いてみようと思いました。僕の名前はカズオ、60歳です。今年定年を迎えましたが、年金をもらうまでにはまだ5年もあるので、とりあえず友人に紹介してもらった会社で働くことにしました。僕は大学を出てから定年を迎えるまで、ある電機メーカーの工場で働いていました。そのメーカーは某大手会社の子会社で、全国に工場がいくつかあるため、転勤族として各地を転々としなければならず、妻と子供たちには少し辛い思いをさせてしまいました。妻はまだいいかもしれません。妻は僕と同じ会社に勤めていたので、転勤が多いことは分かった上で、僕と結婚してくれました。でも二人の子供たちは、僕が転勤するたびに転校しなければならず、何度も学校を変わったので嫌だったと思います。でも子供たちは不平を言うこともなく転勤について来てくれました。僕たち家族は転勤と転校が多かったことを除けば特に問題はありませんでした。つまり
平凡な人生を送ってきたということです。平凡な人生でいいのかということについては人によって意見が違うかもしれませんが、僕は波乱万丈の激動の人生よりはいいと思っています。平凡でいることが実は難しいということを僕は祖父に教えられて育ったので、そういう考えを持っていました。家族に何事もないのを平凡な生活と言います。では非凡な生活とはどんな生活かというと、例えば家族の誰かが重い病気になればたちまち生活が一変します。もし父親である僕が重い病気になれば家族の生活もままならなくなります。そういったことが起きないのが平凡な生活ですから、平凡が一番幸せなのです。僕の人生は良くも悪くも平凡だったので、ずっと平凡なまま人生が終わるのかと思ったらそうではありませんでした。実はつい先頃妻の浮気が発覚し、話し合った末に僕たちは離婚することにしました。妻は離婚したくなかったようですが、僕に言わせると妻にそんなことを言う権利はありません。すべては妻が悪いのですから、妻は夫である僕の決定に従うべきです。僕はそのことをはっきり妻に言いました。すると妻は何も言い返すことができず、すんなりと離婚が決まったのです。ところがそれから数日経って、妻の友人の千恵子という女性が妻を許してやってほしいと言ってきました。千恵子さんは妻の昔からの友人で、僕も何度か会って食事をしたり、我が家に千恵子さんが遊びに来たこともあります。だから僕とも旧知の間柄なのですが、だからといって離婚という夫婦の問題に他人が口を挟むのは黙っていられません。そこで僕は余計なことを言わないでくれと言って電話を切ったのですが、またかかってきました。そして同じことを繰り返し言うのです。それから何度も電話を切ってはまたかかってくるということが繰り返されました。僕はとうとう切れてしまって、いい加減にしてくれと怒鳴ってしまいました。すると今度は千恵子さんからショートメールが送られてきました。そこには僕が妻を許してくれるなら何でもすると書いてありました。いくら古くからの友人のためとはいえ、ここまで言うのは普通ではありません。そこで今度は僕の方から電話して話を聞いてみました。すると千恵子さんは、若い頃僕の妻に命を助けられたことがあるというのです。だからその恩返しにピンチに陥った妻を救ってやりたいと千恵子さんは言いました。千恵子さんは妻に命を助けられてからずっと、妻が困った時は命を投げ出しても助けるつもりで生きてきたと涙ながらに訴えました。でも幸か不幸か、これまで妻が困るようなことはなかった。それがここへ来て、急に妻が離婚を突きつけられるというピンチに陥った。それを聞いた千恵子さんは、今こそ昔の恩を返す時だと思ったというのです。千恵子さんは、妻を許してくれるなら、土下座でも何でもすると繰り返し僕に訴えました。そこで僕は千恵子さんにこう聞いてみました。では僕があなたを欲しいと言ったらどうしますか。それを聞いた千恵子さんは、えっと言ったきり絶句してしまいました。千恵子さんが絶句するのも当然です。僕は人としてどうかと思うようなことを言ったのですから、おそらく千恵子さんは呆れて電話を切るだろうと思いました。それならそれで構いません。もう妻を許してくれとうるさく言ってこないでしょうから気が楽です。ところがそうではありませんでした。千恵子さんは電話を切らずにぐっと我慢していたのです。そして千恵子さんは、
僕に言う通りにすれば妻を許してくれますかと聞いてきたのです。これには僕の方が驚いてしまいました。千恵子さんは妻を許す代わりに僕の言いなりになるつもりだったのです。これは普通ではありえない話ですから、何か訳があるのでしょう。僕は千恵子さんに会ってその辺の事情を聞いてみたいと思いました。そのことを伝えると千恵子さんは会うことを承諾してくれました。僕たちは翌日に会う約束をしました。約束の時間に待ち合わせした喫茶店に行くと、先に来た千恵子さんが奥のテーブルに座っていました。僕は千恵子さんの向かい側の席に座り、話を聞くことにしました。千恵子さんは硬い表情でした。おそらく僕もそうでしょう。少しの沈黙の後、千恵子さんは静かに語り始めました。千恵子さんと妻は高校時代の同級生でした。高校を卒業してからも、二人の友情は続き、現在に至っています。妻は20代前半の頃、当時はまだ珍しいネイルサロンに勤めていたと千恵子さんが話してくれました。僕もそのことは妻から聞いていました。いずれは自分でネイルサロンの店を出すつもりだったと妻が語ったことがあります。でも妻はネイルサロンの店を出しませんでしたが、僕はその理由は聞いていませんでした。でも千恵子さんの話を聞いて、妻が店を出さなかったわけがわかりました。いいえ、出さなかったのではなく、出せなくなったのです。しかも千恵子さんのせいで、千恵子さんはそのことを涙ながらに語りました。当時千恵子さんには婚約者がいたそうです。ところが挙式の直前になって、婚約者の浮気が発覚しました。なんと婚約者は二股をかけていたのです。それを知った千恵子さんはショックのあまり頭が真っ白になったといいます。結婚式には両親や親戚、職場の同僚や友人がたくさん来るというのに、誰にも言えない苦しさの中、妻にだけ連絡したそうです。その時千恵子さんは自暴自棄になっていて、心配して駆けつけてきた妻がいなかったらどうなっていたかわからないと言います。最悪の事態にもなっていたと思います。妻が来るのがあと1分遅かったら今の自分はいなかったかもしれない。そう千恵子さんは言いました。ギリギリのところだったのです。しかしその後も千恵子さんの精神は不安定で危ない状況でした。そのため千恵子さんを一人にしておけないと思った妻は、それから1週間もの間千恵子さんに付きっきりでいてくれたのだそうです。実はこの時期は妻にとってとても大事な時期でした。勤めていたネイルサロンで店長になれるかどうかの瀬戸際で、その大事な時期に1週間も休んでしまったので、店長になる話は消えてしまったのだそうです。妻が勤めていたネイルサロンでは、店長になって長年勤めると独立の道が開けるのだそうですが、その前に妻の夢は消えてしまいました。あの時妻が付きっきりでいてくれなかったら、私はとうの昔にこの世にいないと千恵子さんは言いました。だから命に代えても、妻を助けたいと千恵子さんは訴えたのです。話を聞いているうちに僕の目から涙がこぼれてきました。僕の涙を見た千恵子さんは深く頭を下げて帰っていきました。僕の心が揺り動かされたことが分かったのでしょう。その後僕は離婚を取りやめ、妻とはとりあえず別居することにしました。それにしても千恵子さんの気迫に恐れ入りました。妻も良き友人を持ったものです。僕にはそんな友人はいないので羨ましいです。別居して様子を見るつもりでいますが、僕は
ネイルサロンを出す夢を捨ててまで友人の命を救った妻を褒めてやりたいです。もちろん妻の浮気なんかとっくに許しています。ご視聴いただきありがとうございました。夫婦といえどもその人となりのすべてが分かっているわけではないのですね。和夫さんはもしかしたら奥様に思うところがあったのかもしれませんね。離れてみて結果いい方向になることを私は願っています。皆さんはどう思われましたか？よかったらコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。